ノバスコシアダックトーリングレトリーバーはカナダのノバスコシア半島原産のレトリーバー犬種である。愛称はトーラー。トーリングは英語でおびき寄せるという意味を持つ。フシー公認のレトリーバー犬種としては最も新しくかつ小型のものである。19世紀の前半にイギリス原産の絶滅犬種であるレッドデコイドックやラフコリー、スパニエル種の犬やセッター種の犬、 レトリーバー種の犬などを計画的に交配させることによって作り出された。デコ医療完了。カモをレトリーブして帰ってきたところ、本種はトーリングと名につく通り、デコ医療というちょっと変わった狩猟に使われていた。デコ医療は主人と犬がペアとなって行い、カモなどの水取りの狩猟によく用いられていた。本種流のデコ医療の方法は、まず犬の主人がカモのいる方へ機能。 本種は棒の投げられた方向に向かって走り、カモを一瞬だけ警戒させる。しかし、その後は気を違えたように辺りをはしゃぎ回ったり、ゴロゴロと寝転がったり、カモのいるところとは逆の型に向かって飛び上がったりと予測のできない行動を取り続ける。吠え声は全く立てず、この光景に次第にカモは気を引かれて警戒心を解いてゆくのである。 そして安心しきって本種に完全に気を取られている。暇に、カモを犬の主人が銃で撃って仕留め、これを本種が回収して、主人の元へ持ってくる、というのがその全容である。ノバスコシア半島では実料犬としてよりも、ペットや消毒として人気が高く、1945年にカナダのケネルクラブで公認され、後に、フシーにも公認犬種として登録され、 世界的に知られるようになった。現在で子医療の衰退により実料券として使われる機械はかなり少なくなったが、現在もペットや消毒グとして世界的に安定した人気を保っている。日本でも数年に一度国内登録が行われている。生後7週間の子犬体付きはコリータイプの犬に似るが、顔付きはレトリーバーそのものである。がっしりした体付きで、 胸が広い。足の長さは普通だが、足腰は丈夫で持久力がある。目は小さめだが、目つきは非常に優しい。瞳の色はブラウンもしくはブルー。口角は少し上がっている。耳は三角形の大きな垂れ耳で、尾はふさふさした豊かな飾り毛のあるサーベル型の垂れ尾である。コートは柔らかいラフコートで、毛色はレッドもしくはオレンジの単色かそれに、 ホワイトのマーキングや胸部にパッチが入ったもの。このコートは水をよく弾き、水辺でのレトリービングを行うのによく適している。また、泳ぐことが大好きな性質も併せ持っている。体高43から53センチメートル、体重17から23キログラムの中型犬で、性格は温和で明るく、人懐っこい。良くも悪くも、 元々の仕事柄のため、人をびっくりさせるような予測不可能な行動を起こすこともある。しかし、攻撃的な面は全くなく忍耐力があり、子供や他の犬とも遊ぶことが大好きである。しつけもよく入り、運動量も普通であるため、日本での飼育、ありがとうございます。